想ですが、自衛隊での警備犬の扱いは物品です。一般社会でも愛犬を殺されたりすると器物損壊になりますが、扱いが物品で入札で調達しているそうです。自衛隊では服装の正一といって、部隊が同じ服装になるように求められています。一度シェパードが選ばれたからには、バラバラの犬種より一つに統一した方が具体的には良いと思います。なぜシェパードなのかですが、憶測ですが、第一次世界大戦以降、日本軍、軍犬の中心となったのがジャーマンシェパードだったそうです。そういう歴史的な実績からシェパードが採用され、警備犬になっているのだと思います。では、どうぞ。航空自衛隊那覇基地アットマークナハエアーベースの公式アカウントが心の和むような写真を投稿。温かなコメントが多数寄せられています。警備犬2匹にお疲れ様のコメント殺到。2018年9月6日に発生した平成30年北海道胆振東部地震。最大震度7の衝撃が北海道を襲い、道内の広い地域で停電や断水が起こりました。厚真町では大規模な土砂崩れが発生し、20人以上が安否不明となる事態に。7日には航空自衛隊那覇基地の公式アカウントが警備犬のクロード号とティガ号を捜索活動のため被災地に派遣したことを報告します。10日には航空自衛隊の警備犬は捜索救助の任務を終了。警備犬たちは千歳基地から各所属の基地に輸送されました。警備犬のクロード号とティガ号も那覇基地に到着。ねぎらいのシャンプーをしてもらっているクロード号の様子がツイッターに投稿されると多くの人の注目を集めました。クロード号は心地よさそうな顔をしていますね。写真を見た人たちからはたくさんの感謝の言葉が寄せられました。ネットの反応。本当にお疲れ様でした。どうぞゆっくりしてください。日本と日本国民を守ってくださってありがとうございます。反響を受けて航空自衛隊那覇基地の公式アカウントは2匹のくつろいだ様子を投稿。多くの温かいコメントに対して感謝の気持ちを述べました。投稿には那覇基地の警備犬の中で災害救助の素質を持つ犬は限られているため、何かあればすぐに出動しなければならないと書かれています。災害が発生すればいつまた救助に派遣されるか分かりません。体力を回復した2匹はその日に備えてまた元気に訓練をしているようです。頼もしい警備犬2匹に心から感謝を述べたいですね。